幸運読むチャンネル、チャンネル 4U の空です。今日はフィギュアスケートで大活躍をしていただきました宇野昌磨さんと坂本香織さんを占ってみたいと思います。お二人とも北京オリンピックで銅メダルを取りました。とっても大活躍をしていただきましたので、それでは最初に宇野昌磨さんから占いたいと思います。宇野家は17画で吉となっております。17っていうのは人前にすごい出て活躍をするという運勢になります。本格の19画はこれは大凶になっておりますが、例えば障害運であったり病気であったり事故運であったり、ちょっとその辺のトラブルがつくことがあります。ただ幼少期のお名前が24画のこれは、すごいいい画数で大吉となりまして、金運を呼ぶ画数となっています。仕事運が吉となっておりまして、これは外国にとっても縁があるということで、やはり外国で大活躍をするという画数がここに出ております。自宅も35画で大吉となっておりまして、これもとってもいい画数となっています。外からの画数が22画で、やはりこれは少し人から例えば騙されたり邪魔をされたりというのはちょっとつきまとうんですが、彼は仕事運、家庭運、そして先祖運で、この24画、そして晩年の41画というのが大吉となっています。この大吉というのは女の人でしたらキャリアウーマン、キャリア的にとっても成功するという画数になります。やはり彼はとってもいい画数をたくさん持ってありますので、努力をした分だけしっかりと、17画というのもリーダーを持ってありますし、25画もとってもいい画数になっています。次に坂本香織さんですが、この方は本格の真ん中に、中五角っていうのがありまして、これとっても大吉となっていまして、人と物と金が寄ってくるって自分の思う通りのことになってくるという運を持ってあります。ラッキー運ですね。そして外からの運がまた25画でとってもいい画数となっていまして、吉ですね。これは宇野昌磨さんと一緒で、やはり外国に縁があるというところで外国で大活躍ができるという画数になります。で、家庭運が33画の大吉で、これはトップになれるという意味になっています。仕事運が22画で、これは宇野昌磨さんと同じ外から邪魔をされたりするっていう画数がちょっと持ってあるのが気になりますが、また12画も似たような感じで、あまり人の協力が受け入れられないっていうのがありますけれども、ここの28画も寄ってくる人がちょっと悪かったり、晩年もそういうものを少し持っていらっしゃいますが、この本格の15画っていうのが大吉となっていますので、多分この方は思ったようなことがスムーズにいくというラッキー運で成功されていくのではないかなと思っています。このように全てが完璧ではありませんけれども、やはりそのいいところの画数がぐんと伸びていくところで守られていくっていう画数をお持ちなので、やはりお二人とも今回しっかりと成功して銅メダルを取っていただきました。その活躍に、また今後の活躍にも期待いたしたいと思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル4U の空でした。皆様に幸せの日々がたくさん訪れますようにお祈り申し上げます。ありがとうございます。失礼いたします。Thank you.